今までずっと寝てたくせにしおんくんとあんずちゃんが外で遊びたいそうですが、ジャン君いかがですか？ジャン君は歯磨きまでされてちょっと不機嫌ですか？そうでもないです。ですよ。じゃあ出しますよ。ですね。どうしようかね、ジャン君。何ですか？さっき、今さっきしたところね。そうなの？うん、ほんの、ほんの10分、5分か10分前くらいにしたところね。お子さんたちを出すんだったら、交換条件が少し変わったのね。もう少しお願いってことなのね、うん。だってブラッシングしてる途中でね、移動したんだよ、うん、この人。もう取れないし、ジャン君。ちょっと取ったよ、さっき。はい、はい。あ、ここに、あ、溜まってきたよ。ちょっとずつ。いくらでも先生。ここに。ちょっとだけだね。うん、そうなんだよね。さっきもちょっと。それではジャン君のお許しが出たので、はい、
てきた。この音が鳴ったからカメラがオンになるとご飯かなと思う人になってるね。そうなのかな。今ねちょっとねすぐ用意するよ。だってそれまでさ一切ご飯食べなそうだったじゃない、あなた。このテラテラした筋肉わかりますか、これ。これ背中ですよ。すごいね、しおんくん。こんなですよ。黒猫でもこんな感じですよ。この柔らかいしなやかな感じね。そしてちょっとまだ運動が足りてないにゃんこはこんな感じですよ。やっと最近運動し始めたんですよ。結構飛んでますよこの人最近まあ血筋だからね、うん、そしてひよくんよりずっともう運動よりもなんていうのかな、悟り開いちゃった猫はこんな感じですよ。一番子供っぽいね、うん、子供帰りしてる感じだね。かわいい、アンジちゃんかわいいね。アンジちゃん、アンジちゃんなんかねずっと1時間でもずっと遊んでるもんね。はい、アンジちゃん、はい、ちゃんと走ってくるね。はい、母さんにアンジちゃん、はい、こっちもよ、どうぞ。キュウリ食べてます。アンジちゃんキュウリ食べてます。はい、シュンくん、はい、シュンくんご飯だよ。はい、シュンくんおいで。はい、どうぞ。カリカリと一口チュウリです。ごめんね、一口でね。さ、
の入れ物から食べようね。君の好きなホタテ貝柱味。おお、美味しいね。ちょっと待ってね。だからね。ポンちゃんはカリカリ食べに行ったね。ポンちゃんはカリカリ好きだからね。おいしいね、ちゃんくん。おいしい。ホタテ貝柱味、うまうま。どうする？ポンちゃんの残したやつ食べる？食べ過ぎかな？ポンちゃん残したやつ食べる？食べるんだ。ポンちゃんの残しも食べます。完食。